高辻2、東動員通りから東を望む。高辻2は、京都市の東西の通りの一つ。平安系の高辻工事にあたる。東は、鴨川右岸堤防から、西は、梅津街道まで。途中天神通りから阪急京と本線に、突き当たるまでの区間では、一筋北を、高辻北2が、一筋南を、高辻南通りが平行している。 通りの名前は、サメガエ通りとの交差点付近が楽中で一番高いところであったことに由来する。豊臣秀吉によって、仏皇寺が現在の地に移されてから、近世までは仏皇寺の南に面する、この通りを仏、仏つ、三寺通と呼び、現在の仏つ、三寺通を五条坊門通と呼ぶこともあった。また、江戸時代には、通りの柳の番場通りから東道院通りにかけて、 藪があったため、藪の下通りとも呼ばれていた。昭和初期までは家具屋街として栄えたが、太平洋戦争末期に軍による強制疎開で、道幅が拡幅されたため、沿道の住宅や店舗はことごとく姿を消すこととなる。大宮通移制は昭和に都市計画道路として建設された。現在の通りは、山陰本線午前通の区間を除いて2車線が、 確保されており、市場通りから五条通間の東西の通りの中で唯一の二車線道路として交通量が多い。河原町通りから堀川通にかけての沿道には繊維問屋が多く、西方には染物の事業所が多いのが特徴的である。なお、北緯35度線が高辻通南側を並行して通っている。ありがとうございます。